ワンパンマン、マジ CD、ドラマ&ソング、埼玉、テコ入れする。誰にでも一つだけやめられないものがある。それは、自分自身だ。うわ、肉安っ。ふっきー。いや、待てよ。あと30分待てばタイムセールが始まる。ここ30分待って。いや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 、卵は残りわずか。待っている間に誰かに取られたら元も子もない。やはり今すぐ。いや、いや、いやいやいや。すみません。そうだ。30分間はこの買い物カゴの中に保護しておき、タイムセールが始まる直前に現場に戻し、値引きシールが貼られてから何食わぬ顔で。え？俺？埼玉さんですよね、ヒーローの。そうだけど。私、3年前から何人かのヒーローの方々の追っかけなどのファン活動をさせていただいてるものなんですが。え？ファンなの？すみません。プライベートで話しかけるとか迷惑ですよね。でも、こんなチャンスめったにないって思うと、どうしても我慢できなくて。マジかよ。いや、まあ、憧れのヒーローを前にして緊張するのもわかるけど、もっとガンガン話しかけてくれてもいいぜ。別にそんなに遠慮しなくても。友達とかも誘ってファンクラブとか作ってくれても俺は全然構わないよ。これふっとハートのシールで閉じられてる。まさかこれは初めて見た時から大好きなんです。これからも私はずっと応援し続けますから。これがファンレターなるもの。初めてもらったぞ。やっぱ結構、いや、めちゃくちゃ嬉しいもんだな。あれ、これ宛先の名前が。お友達のジュノス様にちゃんと渡してくださいね。だってよ、ほら、ファンレターの類はキリがないので全て断ると教会の方に伝えておいたのですが。あ、埼玉先生を伝達役に利用するとなんて姑息な。あ、いや、手紙くらい読んでやれよ。何通か読んでみたのですが、強くなれそうな手がかりが皆無だったので。あるわけねえだろ、そんなの。そもそもなんでお前みたいなやつがそんなにモテるんだよ。ファンクラブだってかなりの人数になってるらしいじゃねえか。大体いつも壊れてるのに。さあ、なぜでしょうか。戦闘力という面でファンが増えるなら、先生がぶっちぎりでスーパースターになっているはずですが、原因があるとすれば。なんだよ、人の顔じっと見て。なんだその目は。おい、視線を上に向けて。なんだ、おい、どこ見てる。やはり外見か。頭から生えてるその強化繊維全部むしり取ってやろうか。俺だってな、人気を取ろうと意識してなかっただけでやればできるんだよ。磨けばピッカピカに光る原石なんだよ。いや、頭のことじゃねえわ。頭頂部を見るな。一旦そこから離れろ。すみません、つい。よーし、わかった。こうなったらマジでイメチェンしてやる。お前よりファンレターもらってやる。なるほど、テコ入れというやつですね。コスチュームを見直したり、自分で考えたヒーローネームを名乗ったり。おお、ヒーローっぽいポーズ決めたり、必殺技の名前考えたりな。ああ、テンション上がってきた。わかりました。そういう薄っぺらい部分を補強し、かっこよく見せかけて大衆を騙し、そして都合の良いミーハーなファンを全力で勝ち取りに行きましょう。先生。ああ、テンション下がってきた。とにかくこうして俺はジェノスと共にテコ入れすることになった。ではまずは外見ですね。ネットの声をリサーチしてみましょう。うわぁ、自分で自分の評判調べるのってこっぱずかしいな。特に印象に残らない、パッとしない、目が死んでいる、ハゲてるのか剃ってるのかだけが気になる、何の印象にも残らないハゲてるだけのヒーロー、ヒーロー協会のお笑い要員、インチキで試験に合格したらしい、埼玉って誰、そんなヒーローいたっけ、弱そう、なんかのコスプレしてるのかと思った。ジェノス！はい。だいぶやばいな、知りたくなかった。いや、しかし埼玉先生に関するネットの記述はこの程度しかなく、そもそもあまり認知すらされていないようです。これは逆にチャンスです。ほとんどの人間が埼玉先生の存在すら知らないわけですから。なるほど、どんなに変わっても OK ってことか。よーし、こうなったらみんなが求める理想の姿で再デビューしてやる。さすが先生、恥も外文もかなぐり捨てて大衆受けを狙いに行く精神的な耐久性の高さ、勉強になります。ところで今はどんなヒーローが人気あるんだ。なるほど、人気キャラの要素をいいとこ取りして自分のものにしてしまおうというわけですね。まあそうだけど。早速調べてみます。やはり
外見が良しとされるタイプが人気のようですね。甘いマスクなど。やっぱりか。整形するしかなさそうですが、先生、予算はどのくらい出せますか？最高で1万ぐらいかな。イケメンは諦めましょう。いや、見切り早いな。っていうか、まだ相談の第一段階なのに整形させようとすんな。イケメン以外だと、可愛い系ですかね。最年少 S 級ヒーローの童貞とか。俺の年齢的にその土俵で競うのは厳しいもんがあるな。戦慄の竜巻とか。性別的に厳しいもんがあるな。プリプリプリズナーとか。全体的に厳しいもんがあるな。あとは、バンケンマンもマスコット的な人気が高いようです。なるほど。動物系か。いいかもしれませんね。今朝もテレビで可愛い猫の動画が話題だとニュースになっていましたし。金もかからなそうだしな。よし、それだジェノス。では早速アイテムを仕入れに行きましょう。なあジェノス、一応聞くけど、俺が頭につけてるのって猫耳です。大丈夫かこれ。方向性は間違っていないはずです。なんかみんなにすげえ見られてる気がするんだけど。確実に注目されているということです。効果が出ていますよ。そうか、ならいいけど。ていうかこの猫耳やけにツルツル滑るな。基本地肌につけるようにはできていないので、髪の毛など引っかかるものがないと。ジェノス、ガムテープ持ってこい。え、でも。ガムテープ持ってこい。これでよしっと。なるほど、ガムテープで固定することによって高速移動しても外れないし、ちょっとした衝撃にも耐えうる強度を実現させたということか。見栄えは少し悪いですが、どうせ可愛くないならせめて逆光から見た時のシルエットだけでも死守しようというわけですね。さすがです先生。まあなんだ、俺がちょっと本気で自己プロデュースすればこんなもんだ。では次はコスチュームですね。猫耳にはメイド服が定番の組み合わせとして一定の支持層がいるようですが。定番もいいけどさ、やっぱ普通とは一味違うんだぞってとこは見せたいよな。おしゃれ上級者としてはオンリーワンってやつ。なるほど。ほんで今はどんなヒーローのコスチュームが人気なんだ？そっから良さそうなの真似していこうぜ。先生、オンリーワンは、あ、いえ、今調べます。黒光やタンクトップマスターなど、肉体美を見せつけるマッチョ系のスタイルが今人気のようですね。肉体美か。それなら俺に考えがある。不敵な笑み。先生、まさか。すごい。マントと猫耳以外は全て脱ぎ、ボディペイントに変更することによってコスチュームデザインは残したまま肉体美を見せつけるなんて。しかし近くで見ると完全に全裸ですが、その点は大丈夫でしょうか？あ、やっぱりこれだとテレビに映った時にモザイクかかっちゃうんじゃ。いや待てよ先生、人は隠されているものをこそ見たいという、怖いもの見たさってやつだ。確かに怖いといえば怖いですからね。かなりの威圧感です。モザイク除刀。モザイクこそ人の心を引きつけるんだ、覚えとけジェノス。モザイクが戦略の要とメモしておきます。お前いつもモザイクかけないといけないレベルで壊されてるけどな。さあ外見は決まりました。あとはやっぱかっこいい必殺技とか欲しいよな。あ、ちなみにお前のってどんな感じだったっけ？マシンガンブローとかブーストアタックとかですかね。え、何それ、めちゃめちゃかっこいいんですけど。マシンガンブロー、ブーストアタック、めちゃくちゃかっこいいんですけど。先生なら例えばシャイニングアタックとかライトニングパンチとか。いや別にそんなに光ってないからね俺。かっこよく叫ぶ系もいいけど、ボソッとつぶやいて渋く決める系もいいよな。あ、ほらヒーローじゃないけどなんとかのソニックの音速かっこ笑いのソニックの、あ、そうそう、なんとか手裏剣とかなんとかかんとかっていうあの蹴り技とか。すでにほとんど覚えられてない時点で不安がよぎりますが、渋く決めるという方向性は悪くないですね。うん、派手に行くか渋く決めるか、どっちも捨てがたいな。いや、どちらも捨てなくていいのでは。お？必殺技名に文字制限などはありませんし、使いたい単語を自由に組み合わせていいのではないかと。確かに、多少長くなってもそれはそれで呪文唱えてるみたいでかっこいいかも。埼玉先生の戦いはほとんど一発殴って終わりですから、技名を言う時だけでもたっぷり時間かけていいと思います。よーし、じゃあ良さげなテイスト全部ぶっこんでいこうぜ。では例えば
インテリジェンスを感じさせるように難解な言葉を入れてはいかがでしょうか。お、いいね。ならいっそ文学的な感じの文章とかも挟んでさ。それなら猫耳にかけて獣の方向も取り入れて、最新のトレンドも取り込んで、もっと庶民的で親しみやすい感じも出して、もっとペシミスティックかつフィロソフィカルかつフレキシブルに、もっと永遠を感じさせて。よし、じゃあ行くぞ。全ての要素をぶっ込んだ究極の必殺技。はい、スーパーシャイニング&ライトニング。そう、今から貴様に食らわせるこのパンチはまるで12月のアーバンシティを吹き抜ける一陣の北風のよう。そんな弦楽的かつ幻想的な会心の一撃、ハイパードリーミングアタックザファイナルからのネバーエンディングエターナルフォーエバーエンドレスセンチメンタルにして、ハイセンスの塊的なフルスロットルゴッドネスロンリネスキャントストップフォーリンラブからのアズスーンアズファイティング。先生、まだ途中では。やっぱ盛りすぎじゃない。そんなことはありません。先生の必殺技の凄さを表現するにはまだまだ言葉が足りないぐらいです。いやでもさ、こんなに長いの俺覚えらんないよ。その点は抜かりありません。ここにメモを用意しておきますので。おなんか悪いな、ジェノス。いえ、とんでもありません。あとあれだ、ヒーローネームも考えないとな。このままじゃハゲマント、あや猫耳ボディペイント男だぞ俺。そうですね、やはり先生の圧倒的強さを表現する名前にしなければ。それで言うと戦慄の竜巻とか地獄の吹雪とかずるいよな。俺もああいうの欲しいんだけど。なるほど、通りなですね。あれは彼女たちの積み上げてきた経歴や客観的事実に基づいたものだとか。俺だとどうなるんだ。職歴のない埼玉とか、毛根が地獄の埼玉とかですかね。あ、通りな、パスで。賢明な判断かと。やっぱここはかっこよくハードボイルドっぽい感じも欲しいよな。一匹狼的な。でもあまりキザなのだと逆に反感を買う可能性があり、少し自虐的な方が受けがいい傾向にあるようです。おお、そんなもんなのか。あとやはり強そうな感じは絶対欲しいところですね。名は体を表すと言いますし。じゃあゴリラっぽい感じかな。いえ、動物的なモチーフならすでに猫耳をつけているのでゴリラは合わないかと。もっと幅広い意味で強い印象を与えそうなワードにするなら、例えばデストロイヤーとかでしょうか。クロマニオンとか。あ、クロマニオン人って強そうだし。先生、発想がゴリラから変わっていません。っていうかそもそも強いって何なんだろうな。なるほど、戦闘力が高いイコール強いとするのは安易すぎると。おう、強さにもいろいろあるからな。弱い自分と戦う強さとか。弱い自分と戦う自分の強さを強さとはしない強さとか。あ、いやいやいや、弱い自分と戦う自分の強さを強さとはしない自分の強さを真の強さなのか、苦悩し続ける強さ。あ、あとあれ、完全に強さのゲスタルト崩壊を起こしてですね。いや、それこそは強さの真の強さなのかもしれない。ではこれらをまとめた先生の新しいヒーローネームを発表します。ああ、凱旋性に包まれた強さの最終ゲシュタルト崩壊、一人ぼっちの埼玉ザ・ボイルドエッグ、カッコ恐怖、怪人を喰らう怒りの猫人間、カッコ閉じ。これはなかなかいいんじゃないか。一匹狼なところもハードボイルドなところもキザになりすぎない感じで入ってますしね。お、小動物要素も入ったし。何より埼玉先生が己の強さに苦悩している感じが非常によく出ていて。ああ、凱旋性に包まれた最終ゲシュタルト崩壊のとこだろ。そこは俺もいいと思った。おう、では新しいヒーローネームはこういうことで。ああ、でもさ、やっぱ長すぎて覚えらんないからさ、一応メモっといて。あ、はい。よし、外見、必殺技、ヒーローネーム、これでテコ入れは完璧ですね。どうしたんですか先生。いや、確かにテコ入れは完璧なんだけどさ。はい。なあジェノス、俺とコンビ組まないか。ん、どうしたんですか突然。うん、言いたくはないが俺の認知度は低い。っていうかもう別人みたいなもんだから実質ゼロだ。ここはひとまずお前とコンビを組んでだな。なるほど、大勢いる俺のファンに埼玉先生を認知させる。俺と組んで行動すれば売名できるということですね。ああ、まあそういうことだ。やりましょう。お、いいのか。それで先生の評価が少しでも上がるのなら。ジェノス、
お前。しかし、やはりコンビの場合、人気が下で知名度も低い先生の方が格下扱いされ、むしろ俺の引き立て役になってしまう危険性があります。それは最悪だな。じゃあこういうのはどうだ。まずお前が怪人にやられてみせる。で、そこに俺が現れ、その怪人をやっつける。なるほど。そうすれば先生が俺より上であることが示せると。いいと思います。その作戦でいきましょう。おっていうか、大体いつもそういう感じでやってるんだけど。おっ、緊急避難警報です。災害レベルは鬼。付近の住民の方々は直ちに避難指示に従ってください。近くで怪人が発生したようですね。よし、行くぞジェノス。はい。愚かな人間どもめ、皆殺しにしてやる。見てください先生、大勢の人々が注目する中、怪人が派手に暴れています。ジェノス、これは、ええ、リニューアルした埼玉先生をお披露目する絶好のチャンスです。あ、やばい、ドキドキしてきた。では俺はちょっとやられてくるので、手柄独り占めにしてください。よし。さあ、カジメ、この俺ジェノスが相手だ。あ、ジェノスだ、S級ヒーローだ。やっぱ生で見てもかっこいい。うわ、やられた。あ、まだ何もしてねえけど。ジェノスのやつ、演技めちゃめちゃ下手じゃねえか。ジェノス様が、やられちまったぞ。さて、今です、早く。お、行くぞ怪人。おい、冷た、やばい、通り雨が降ってきた。このままではボディペイントが。このタイミングで注目されるのはまずい。あ、なんだお前は。見ろ、ヒーローだ、別のヒーローが来てくれたぞ。でもあんなヒーローいた。猫耳、え、やだ、ジェンラ。マジかよ。先生、ヒーローネームを。よし、俺は蓋然性に包まれた強さの最終ゲシュタルト崩壊、一人ぼっちの埼玉ザ・ボイルドエッグ、かっこ恐怖、怪人を食らう怒りの猫人間、かっこ閉じた。あれ、なんかみんなキョトンとしちゃってない？これ大丈夫かジェノス？心配ありません。みんな先生がどんなヒーローなのか固唾を飲んで見守っているに違いありません。ならいいけど。人気を得るための手順は確実に踏んでいます。あとは必殺技だけです、先生。よし、行くぞ怪人。ただならぬ殺気。誰？ない。しまった、ジェノスが書いてくれた必殺技のメモをどっかに落としてきちまった。落ち着け俺、思い出せ、あの長い必殺技の名前を。スーパーシャイニング&ハイキング&バーベキューの猫耳ゲシュタルト崩壊だっけ。あ、そっちはヒーローネームの方か。あれ、やばい、全然出てこないんすけど。先生、どうしたんですか、頭を抱えたりなんかして。いや、だからさ、必殺技の名前がさ。まさかとは思いますけど、メモ落としたんですか。そのまさかだよジェノス君。何をごちゃごちゃやっている。来ないならこっちから行くぞ。防御するので精一杯か、ゼコが。あー、全然思い出せない。先生、せっかくつけた猫耳もガムテープと共に吹っ飛んで、ボディペイントもほぼ全部剥げて。先生、もう必殺技の名前はいいですから、とっとと片付けて。いや、ダメだ。しかしジェノス、俺はな、ここで変われなければこのまま一生変われない気がするんだ。先生、俺は新しい自分になりたい、生まれ変わりたいんだよ。そしてファンレターをいっぱいもらいたいんだよジェノス。わかりました、俺が時間を稼ぎます。その間になんとか必殺技の名前を。悪いなジェノス。さあ、こっちだ怪人、俺が相手だ。なんだお前、まだ生きていたのか。刺激でこの損傷率だと、災害レベル鬼どころじゃない。この怪人恐ろしく強い。デビュー戦は次の機会だ。
埼玉先生に全力で応戦してもらわなければ、このままでは市民に被害が。先生、それはメモ見つかったんですね。待たせたな怪人。あ、今こそ変わる時。喰らえ、究極の必殺技。何？スーパーシャイニング&ライトニング。そう、今から貴様に喰らわせるこのパンチはまるで12月のアーバンシティを吹き抜ける一陣の北風のよう。そんな、あ、なあジェノス、これなんて書いてあんの？どこですか？ほら、ここんとこ。ああ、弦楽的ですね。あ、スーパーシャイニング&ライトニング。そう、今から貴様に食らわせるこのパンチはまるで12月のアーバンシティを吹き抜ける一陣の北風のよう。そんな弦楽的かつ幻想的な会心の一撃、ハイパードリーミングアタックザファイナルからのネバーエンディングエターナルフォーエバーエンドレスセンチメンタルにして、ハイセンスの塊的なフルスロットルゴッドネスロンリネスキャントストップフォーリンラブからのアズスンアズファイティング、うわー、めんどくさ